ミスト行列、ローで理解する確率の世界、意味の分散表現の数理。あと今回はあの結合確率分布、ジョイントプロバビリティディストリビューションと周辺確率分布、マージナルプロバビリティディストリビューションの話をしようと思います。と基本的には、あのまあ 単純な例だとその古典論的な確率とその量子論的な確率の違いってなかなか見えてこないんですけれどもこの状況ディストリビューションとマージナルディストリビューションの世界に入るとその違いがはっきり見えてくるということになるんです。であのまあ確率論文っていうのは基本的にはこの 集合 S の上で定義された、その、これ、π、違っても π が S から R ですね。で、次の条件を満たすとき、要するに、その、値を全部足したものが1になる。まあ、もう一つあのすべての,その確率ですから、0以上。 という条件がつくんですねこれを確率分布というふうに呼びます。で、S の要素というのが S1,S2,S3 というふうに順序づけられたときに、確率分布はその確率の値をそのまま書いて、その構わないという話ですね。もっと言うと、 この N 個の要素からなってればその有限集合 S がどういうものかというのを実は関係なくしに N 個のものの確率分布という形であの話が要するに S というのは実はあのディスクリートな確率分布の場合には N 個 N から あ RA の,あの,あの関数として考えて構わないというふうにもこれはまあ前にあの例えばエントロピーの時にも基本的には同じような考え方をしてます、ね、デルタ N で表してましたけれどもね、あれと同じことです。まあこうまあ、しばらくはその有限集合 S で、S の要素であるあのスモール S というので、 まあ、当面話をしよううといいううに思いますで S 上の確率分の例をいくつか挙げようと思いますけれども例えば S が裏と表っていうふうにだとするとその π っていうのは π の表は2分の1で表が出る確率は2分の1ってことですね π の裏は2分の1でこれはだからあのその値をふ2つ並べて書いて2分の1 分のというふうふに表すこれはだからあのデルタ2というか2項の確率分布っていうことですね。まあでもあの現実的な話では表裏というか何の確率かっていうのをその S が表現してるというふうに考えればいいと思います。サイコロだったらこれも実は省略してるんですけど本当は正確に言うと1の目2の目3の目っていうふうに書かなきゃいけないで かもしれないですが、それをまあ、あの、集約して、一から六までにしています。で、それが、π イ、一、パイ、二、π イ、三、パ四。で、これ、いずれも、あの、一の目が出るときの確率、二の目が出るときの確率。これいずれも六分の一になりますね。だから、あの、直接、それを六個並べて、こういう形でも、その確率分布を表現することができる。 で、ある学校の男女の分布。まあ、これは、あの、具体的な話で言うと、S は男子と女子になるわけですけれども、で、男子の在籍数が17で、女子の在籍数が13とすると、全体の数は30になりますね。だから、π の男子っていうのは、えっと、30分の17。π の女子っていうのは、30分の13ですが、 男子、女子もちょっと写真して、1、2, 2、2つの,あの項からなる、タップルですね、あの確率、30分の17と30分の13の,あの並びとしても確率分布を表現することができます。で、同じように、例えば学年別の分布だったら S は1年生、2年生、3年生っていうふうに、具体的なその S の要素、 というのが1年生、2年生、3年生。まあ、これも、ね、あれですね。π1、π2、π3 も全く同型同じことになりますね。で、まあ、ちょっとついでにエントロピーの話のが出たんで、で、確率分布があるところでは必ずエントロピーが定義されるんですね。確率分布を pi だとすると、P、マイナス pi ログ pi の アのサメーションっていう形でエントロピーが定義されてこの図はまあだから確率分布絵で描いたものなんですけども2分の1と4分の1と8分の1が2つまあだからこの値を取るその確率分布はさまざま同じ値まあ2分の1と4分の1と8分の12つのペアっていろいろ形はありますねまあそれを描いてみた だけですね、あの大事なことはエントロピーの場合にはこれらの PI のログ PI の和になりますんであので分布の形は違っていてもあのこの分布すべて同じエントロピーを持つことになります、まあ、だから先ほどの括弧で確率をそのまま並べて書くという流儀でいうとそれをあの要するに置き換えて置き換えてというか時間要するに 巡回させても順序を変えてもパイミテーションですねあのエントロピーが変わらないということを言いたいかったんですけれども、まあ、そういう意味では確率とエントロピーというのは深い関係があって確率分が与えられると必ずあのそれに対応したエントロピーが存在するということですね。でまあ、結 ジョイントディストリビューションとマージナルディストリビューションの話に入りますけれども、で先ほど見たのは要するにあの変数が一つだったんですけれども、これが、あの転移域が X と Y の、まあ、これかけるなってますね。これはあのカルテシアンプロダクト、直積ですね。まあ、簡単的に言うとあの、X の要素と Y の要素のペアですね。 でそれから実数の関数が次の条件を満たすときにこれをジョイントディストリビューション要するに x スモール x スモール y 小文字の xy についてすべてあの和を取ったものそれが1になるというのがあのジョイントディストリビューションですね。 でマージナルディストリビューションというのは、そのこのジョイントディストリビューションから定義されるわけですけれども、ジョイントディストリビューションを定義するあのパイが与えられたとき、そのパイで、まあ、片方の例えば、x 上の,あのマージナルディストリビューションというのは、の y の要素すべてについて、 πxy をあの選んでその和を取ったもの。で同様に πy っていう πsuby って書きますけれどもこれは y から ra の関数になるわけですがそれは x の要素 small x をべて走らせて和を取るそれをマージナルディストリビューションというふうに言います。 でちょっとわかりにくいかもしれない絵を描いてみたんですが、ね、これはあの真ん中のごちゃごちゃっとしたところが実はジョイントディストリビューションで、これ、XY のペアで値が決まる点がたくさんあるんですね。それに対して、例えば赤いやつを見てほしいですね。これは、赤いやつは π sub y なんですがあの、これは X の上を走るんです。 あのジョイントディストリビューションの πxy がまあこのグリーンの円で囲まれた黒い点の集まりだと思えばいいでしょうがその点上の,の x を動かしたときにこれが取る値を全て足したものまあそれはだから x は落ちて y の関数になりますねこれは y 上の,のマージナル で同様にあの y の値を動かしてで πxy の取る値を全部足したものがで y を全部走りますって y のは落ちて x の関数あのスモールの x の関数になりますそれはだから largex 上のマージナルディストリビューションというふうにこの線で書いて赤い線青い線はこの上を走って であのパイ XY の値を拾って輪を取るというイメージで,でそれが端っこマジナルってま,まさに文字通りこういうパイ XY の、あのー、分布の端っこに、あのー、できるという意味イメージ的にはそういうことですねまあ今はこの2次元の XY が あの2つの,あのカリテーションプロダクトの,あの上であてこれは任意に XYZ に拡張もできるはずですねまあでも、まあ、あのこれから見るれば、まあ、大体2つの,あの予言集合の上の積直積の上で定義された確率。 だとということですもうちょっと例を見てみましょう。で例えば小さな小学校があって随分小さいと思うかもしれませんが僕の住んでるところは結構こういう小学校たくさんあるんですよ。で学年別男女別の在籍者数がこういう、まあ、この小学校は全員従業人しかいないっていう小学校なんですけれども。 で X がだから1年、2年、3年、4年、5年、6年というふうに、これは学年を表してますね。まあ、本当は、あの X の要素自体は、こういうあの具体的な学年を意味するラベルが貼られているんですが、まあそれは1、2、3、4、5、6に変えてもまあ問題はないんですね。同様に Y はこれ男子と女子なんですがこれもまあ1と2にしてもあの問題はないでしょう。でこの小学校14人いる小学校から1人をランダムに選んだときに例えばその生徒が3年生の女子である3年生はあの x が3ってことですね女子は Y が2だっていうふうに考えようと先ほど約束したんで そ,のそれは、えー、と3年生の女子のところを見れば3って書いてますからで彼女が選ばれる確率は全体の数の14をこの4年生の女子のあすみません3年生の女子の数で、ね、3で割ったものですね5年生の男子である確率は π の5、1で表されるんですけれどもそれは 14分のまあこれはだから個数を数えるということでまああの理算的な場合ディスクリートな場合ですけれどもそれで確率が定義するまああのコンティニアスっていうか連続した場合もまあそれとまあそのシグマの和がまあ積分の形に変わるという。 だけですね、まあ、実際には多分ディスクリートな例の方が基本的にはイメージしやすいと思います。でまあこのこの小学校の例で言うと π あ,あのジョイントディストリビューションは π の 11π の12から π の 61π の62要するに1年生の男子女子2年生の男子女子点点点点。 6年生の男子女子っていうのを確率の並びですねこれを表の中に書き入れてみるとこれ総数が14なんでまあ部分母のところ全部14で割るとい入れればいいだけなんですけどこのグリーンのところここがだからあのジョイント・ディストリビューションになりますね。 で、その縦横に合わせたものが、例えば下の青い枠で枠あの囲まれたものが、マージナルディストリビューションですね。この今度、縦じゃなくて横に走って、えっ、ー、と、これは男女しか見ないというやつになるでしょうね。これが赤い枠で囲ったマージナルディストリビューションになります。 で、このマージナルディストリビューションとジョイントディストリビューションの関係で重要なことは、ジョイントディストリビューションからマージナルディストリビューションが導かれるわけなんですが、逆は無理ですね。そのマージナルディストリビューションが与えられて、それからその結合確率を求めるとのは無理な。ところがですね、これが、あの、 多分あの古典論的な確率と量子論的な確率論の大きな違いになるんですけども実は量子論の場合にはそのあのマージナルディストリビューションに当たるものレデュストデンスティー・マトリックスののが出てくるんですけどもで実はその量子論的な確率の場合には あのいろんなところに実は情報が散らばってスローが集めると元の形が再生できるっていうあの奇妙な性質があります、まあ、そういう意味では量子論的な確率の方が強いっていうか能力が高いんですねまあ逆に古典論の場合にはマー,ジマージナライズっていうかあの周辺化するともともとの情報は失われるんですが量子論的確率というのはそうです ではないいいよううにでできるととのがあの面白いところですで、まあ今あの小学校の例でやったんですが僕も何か例を作んなきゃいけないっていうんで、まあ、今の,あの自分で適当な数字で考えたんですけどあの平らな絵が、まあ、今回はその彼女のテキストをベースにしようと思ってるんですが。で あの彼,の彼女の挙げた例というのは、これがなかなか素晴らしいんですよ、素晴らしいというのは、すごく難しいことを、複雑なことをいろいろ考えているというよりも、非常にシンプルで単純な例、である意味これあの、彼女の挙げた例は、色が3つで、果物と野菜の2種類がある、その組み合わせでジョイント・ディスプリューションの例を挙げているんですけれども。 対象が3個しかないんですよでこういう単純な例をやっぱりあのむしろ考えられるっていうのは僕はすごいな <laughs> すごいなって変なところを感心してるんですけれどもあのこれで、ね、かつあの必要かつ最小限だけどあのこれでいろんなことが分かるでまあ実際にはいろいろ計算してみてが分かんないんだけれどもあの僕もあの 計算しようと思ったのに、小学校の,の失敗、6学校にあるのは行列が複雑になって、お手上げだったんですけれども、まあ、中学校にすればよかったのかっていうと、まあでも、この平らないの例でいいじゃんというふうに、あの途中で思うようになりました。わざわざあの自前でを作らなくても、これなかなか素晴らしい例で、しかもあれなんですね。 このタのダネの例は、まあ、今回だからもう、あのー、意味の拡散表現のことを少し触れようと思ったんですがこのサンプルの中にすでにそういう解釈が可能になっているんです例えばオレンジフルートとかグリーンフルーツとかパーフルベジタブルこれ3つのフレーズしかないんだけどもこれをあのあの言語学習用のコーパスとしてみるあるいはこれが実は あのワード間の,あの確率をあの分散表現につながるんだっていうに考えるとまあこっちの方がちょっとあの無理があるかもしれないですでもそれをつながるってのははっきり見えてくるんですねでその話はまたあのまあ今回、まあ、今回はまあ,あの数学的側面に焦点合わせようってことで 意味表現の方までどれくらい立ち入れるか分かりませんが、実はこのサンプル自身が、あのそういう解釈を可能にするものだというのはとてもいい例だというふうに思います。いやだから僕も怠ないの例でそのまま突っ走ろうかなというふうに思っています。彼女の例は、この、まあ、X がオレンジ、グリーン、パープルの3色。で、野菜、果物であって、これ、 オレンジフルーツが1個あって、グリーンフルーツが1個あって、パープルベジタブルが1個あって、計3個しかない。で、これで、ね、でも、ジョイントディストリビューションを考えようという話ですね。これは簡単ですね。これ、全部で3個なんで、全体を3で割ればよくて、あのジョイントディストリビューションは3分の1と分の1と分の1。で、これで、まあ、ちょっと見てほしいんですけども、あの、よ 一番下のところ、これがだからマージナルディストリビューションですね。あのブルーになってますけども3、3分の1、3分の分の2。同様に、縦に走るフルーツとベジタブルの、これは π サブアイで、あのこれも y についてのマージナルディストリビューションになって、赤い字で書いてあるところですね。まあ、これ、いずれもシンプルな。 例なんですね、これはまだ古典論なんで、これ、あのマージナルを取ったら元の情報は失われます。で、それは失われないようにできるんですね。で、まあ、このマージナルじゃない、あのジョイント・ディストリビーション、このグリーンの枠の中で囲まれたやつで、ここからですね、ちょっと面白いことをするんです。も、ま、う、あ、大したことじゃないんですが、この表の あの二行三列の並びをですね、これ二行三列のこういう行列に変えるんです。まああの何が変わってるかっていうと、値を全部ルートを取ってるんです。それだけなんですけれども、あの見てこれはちょっと変わってます。まああの基本的なあの表からこういう行列をする。実はこの行列が大活躍をするというか、この m でそれとあのコンジュゲートな M だかってやつを作って M だか M で掛け算するあるいは MM だかってやつを作るそういうことをあのしていくんですけどそれは次回お話ししようと思いますでこっから実はその古典論的な確率だとマージナルを取ったら 元の情報は失われるって話をしたんですけれどもこの M から出発するとこれから実はあのこれのマージナルにえの問題のマージナルに相当するものを考えていくと実はそのマージナルなあのはずの密度行列の中に元の,あのジョイント・ディストリビューションの情報が実は隠れているということがわかります。 その話は次回しようというふうに思います。